電子レンジでニラ玉を作ろうと思います。ニラ玉ですね。電子レンジの料理を検索してると結構な頻度でニラ玉が出てくるんですけど、俺ニラ玉って多分ここ20年ぐらい食べた記憶ないんですけど、みんな結構好きなんですかね。これ食べる？ニラ玉とかって普段ニラ玉とかって食べます？普通にフライパン使う料理とかでもこのニラ玉うまいなって思った記憶があんまりないんですけど、でも考えてみるとこの料理めちゃくちゃうまいなっていうことがない料理の方が電子レンジ料理には向いてるのかもしれないですね。で、検索した作り方が、材料ニラ2分の1束、玉ねぎ1/4、これはまあ入れる場合と入れない場合あり、で卵が2個、で調味料が醤油小さじ1、みりん大さじ1、で中華だしの素が小さじ半分、ごま油小さじ1、塩少々。で作り方は、ニラを3、4センチにカット。ちょっと玉ねぎは無視しますね。で卵だけ温め1分。でニラとかその他の調味料をまとめて温め2分。で混ぜて盛り付けて完成。という感じですね。でまあいつも通り玉ねぎはちょっと包丁ないので使えないですね。包丁なしで玉ねぎを処理する方法はまだ見つかっていないので、まあよく言えば猫飼ってるご家庭でも気軽に作ってもらえる料理ですね。玉ねぎないんで。塩少々もまあいらないですね。中華だしにも味ついてますから、完全に心の弱さですね、この塩少々は。あとは別にええかなと思わない。この調理法の方ですね。卵だけ1分温めて、混ぜてから2分って書いてますけど、全部混ぜて3分、もう一気に最初に混ぜてしまって3分、盛り付けの前にもう一回混ぜて完成。もともと大して好きじゃない料理の時はちょっと強気に出る節がありますね。これは良くないですね。なので最終的な作り方が、材料ニラ2分の1束、卵2個、醤油 0.3、 みりん1、中華だしの素 0.1、 ごま油 0.3。 作り方は、ニラは3、4センチ幅にハサミでカットして、でその他の材料と一緒にボウルに入れて混ぜて温め3分、で卵が固まったら混ぜて器に盛って完成ですね。これめっちゃ簡単ですね。ニラ落として卵割って調味料ぶち込んで混ぜて温め3分ですよね。ニラ玉自体がに思い入れはないですけど、とりあえず作ろうと思います。エンター。
いただきます。めちゃめちゃ簡単にできたんで、味が相当クソじゃない限りはかなりいい料理になったと思います。うん、ちゃんとニラも火通ってるし、卵もええ感じでふわっとしてますね。それではいただきます。うまい。うん、十分十分。ちょっとしょっぱめですけどね。うん、けどご飯のおかずとか酒のつまみとかにはちょうどいい感じがします。うん、うまいうまい。いい感じでシャキシャキ感も残ってるし、何の変哲もないニラ玉になりました。うまい。